日本東京都世田谷区玉川地域のげのげは東京都世田谷区の町名。現行行政地名は、のげ1丁目からのげ3丁目。郵便番号158-0092。世田谷区西部に位置し、玉川地域に属する。北で、上野毛、中町、東で、き、南東で、玉包み、南西の玉川河川敷及び、玉川をまたいだ先で、川崎市高津区。 下野毛、北味方に接する。東急大井町線上野毛駅、轟駅、東急田園都市線二子玉川駅が最寄り。新言州地山派善用寺には、善陽寺の茅屋と呼ばれる茅屋の大木がある。東京都の天然記念物。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、野毛市の9の22の地点で48万5千円。 平方メートルとなっている。野毛はもともと上野毛との対で下野毛村と呼ばれ、1889年に玉川村の大技下野毛となる。1912年に下野毛の内玉川右岸は神奈川県に編入された。1932年には世田谷区玉川野毛町とされ、1969年の住居表示改正により、現在の野毛となった。 野毛大塚古墳は、野毛一丁目の玉川野毛町公園内にある、マリコ川沿いのエ原大古墳群を代表する古墳である。この古墳のみならず、周辺には多くの古墳が存在しており、ホタテ貝型の前方公園墳が特徴。東京都の史跡に指定されている。古く、野毛逃げ脱げ投げは、崖を意味する言葉。当地が国分寺崖線にあることから、野毛とされた。 2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。